2002年ルマン24時間レース、ダラーラ SP1 ダラーラ SP1 は、クライスラー LMP とも呼ばれ、イタリアのダラーラによって開発された、ルマンプロトタイプ。当初はクライスラーが、ルマン24時間レースで、総合優勝するために開発されたが、その後 FIA スポーツカー選手権や、ルマンシリーズなどのシリーズに参戦するカスタマーに、販売された。1998年に、 トヨタ GT1TS020、1999年にアウディ R8R、2000年にアウディ R8 のシャーシを製作したのに続いて、同社は2001年に LMP900 クラス用の独自のルマンプロトタイプを開発することを決定した。SP1 の設計中、クライスラーはルマンプログラムを拡大していた。1998年からルマン3年連続クラス優勝の ダッチバイパー GTS-R での成功に続き、クライスラーは2000年に2台のレーナード製プロトタイプで参戦するなどし、ルマンプロトタイプの開発を開始した。2001年、クライスラーはパートナーのオレカと共にルマンプロトタイプのみに専念することを決定し、バイパーでの参戦を終了した。レーナードに代わるマシンを探し、クライスラーはダラーラにアプローチ。 ダラーラがまだ開発中の SP1 を使用することが決定した。パートナーシップが合意されると、マシンはクライスラー LMP となり、モパー製 6.0LV 型8気筒エンジンを使用する。俺かは SP1 シャーシの開発でダラーラを支援し、ドゥという名称を使用してシャーシを作成した。2005年スパ 1000km での ロールセンターレーシングのダラーラスピーチクライスラーが撤退した後、マシンはプライベーターが使用するために、モパー製 V8 エンジンはジャット製の4.0リットルから 5.0LV 型重機等エンジンに置き換えられた。2005年、ロールセンターレーシングはカスタマープログラムのためのエンジンのテストをするためにスモと合意し、スーパー GT で使用されているターボチャージャー付き V 型、 6気筒、日産、VQ エンジンを搭載した。ただし、このプロジェクトはうまくいかなかった。エクストラック製6速シーケンシャルシフトギアボックスユニットは、SP1 が発表されて、以来使用されていたが、2005年からは、パドルシフトシステムを使用するようにアップグレードされた。SP1 のデザインは、 アウディアール8のようなプロトタイプとは大きく異なり、大きく丸いノーズとフェンダーなどで多くの湾曲したデザイン要素を使用した。SP1 はシャーシの側面に配置された大きなヤインテークも備えていたが、これは後にロールオーバーフープの近くの一般的な場所に移動された。またリアウィングと連動してダウンホースを高めるためにリアテールに垂直のボードが追加された。 クライスラーとのパートナーシップで、ダラーラは2001年のルマン24時間レースで使用する3台の SP1 を供給した。しかし、ルマンでのデビューに備えて、クライスラーは新たに始まったヨーロピアンルマンシリーズに参戦し、新しい車をレースでテストする機会を得た。ドニントンパークに登場したクライスラー LMP は3台のアウディア R8 に次ぐ4位で予選を通過した。 しかし、メカニカルトラブルにより、優勝した R8 から40周近く遅れ、順位は大幅に下回った。ドニントンでのデビューに続いて、さらにテストを行い、チームは改善することができ、3台のクライスラー LMP がある間に登場し、スピードを見せた。3台のうちの1台が、ベントレースピード8の2台を破って、予選6番手タイムを獲得した。レースでは、 クライスラーはメカニカルトラブルでレースの途中で1台がリタイアするまではトップ10に止まることができた。最後の数時間4番手と5番手で走っている間にクライスラー LMP はユノディエルでエンジントラブルでリタイア。残った唯一のクライスラー LMP は優勝したアウディアール8から23周遅れて4位でフィニッシュした。クライスラーは ルマンで4位に入賞したものの、ルマンプロジェクトはもはや有益ではないと判断し、2001年末にプログラム全部をキャンセルした。クライスラーのパートナーだったオレカは2002年はプライベーターとしてプログラムを続行することを決定し、モパー製 V8 エンジンをジャット製 GV4V10 エンジンに変更した。3台の SP1 を購入したが、オレカは ルマンに2台の車を使用することを決定し、3台目の車は FIA スポーツカー選手権で使用された。シーズンの初戦で SP1 はペスカロロスポールに次ぐ2位でフィニッシュし、次戦のエストリルで初優勝を果たした。2002年ルマン24時間ではアウディアール8の3台に次ぐ予選4位のタイムを記録した。レースでは2台の SP1 が トップの R8 とベントレースピード8に続き、どちらの車も、勝者から16周遅れの総合5位と6位でフィニッシュし、好成績を収めた。しかしオレカは、他のプロジェクトに取り組むために、SP1 を継続させず、プロトタイプを休止することにした。この年、オレカに加えて、SP1 は、グランダムシリーズで使用するために、ドライバーの DDSS とマウロバルディを擁するアメリカの、 チーム、ドランレーシングに購入された。SRP 規定を満たすために小変更され、オレと同じくジャット GV4 エンジンを搭載するドランの SP1 はシリーズのチャンピオン候補だった。2002年のデートな24時間レースでのデビュー戦で、ドランは2位に6周差をつけ総合優勝を果たし、ダラーラにデートナ初勝利をもたらした。ドランレーシングはさらに、 ホームステッドマイアミスピードウェイとカリフォルニアスピードウェイと3連勝し、モントランブランでも勝利した。ドランはチームチャンピオンシップで2位になり、ダイソンレーシングにわずか9ポイント差で敗れた。しかしリデ,ディエセースがドライバーズタイトルを獲得した。ドランレーシングはアメリカンルマンシリーズのセブリング12時間レースにも参戦したが、リタイアに終わった。2003年、 ダラーライス p 1を使用するのはドランレーシングだけになった。しかしグランダムシリーズの規定が変更されたためチームは参戦しなかった。代わりにチームはアメリカンルマンシリーズに参戦2003年のセブリング12時間レースから参戦を開始した。マシンは1台でアウディアール83台とベントレースピード82台パノセル MP1 の後ろ7位フィニッシュした。 次の2ラウンドではドランは総合5位、4位でフィニッシュした。しかしチームはシーズンの残りをキャンセルし2003年限りでダラーラとの関係は終了した。2004年2台の SP1 が新しく英国チームのロールセンターレーシングによって購入された。ロールセンターはセブリング12時間レースでデビューし総合5位になりセブリングで sp1 のパフォーマンスを示した。その後、ロールセンターは、ルマン耐久シリーズに参戦、モンツァで5位が最高位で、チームチャンピオンシップで8位になった。2004年のルマン24時間では、ロールセンターは1台で参戦し、日曜日の午前6時30分までは、総合4位で走っていた。セバスチャン・ボーデがドライブした、ペスカロロ C60 と接触。 左リアサスペンションにダメージを与え、その後ポルシェカーブでリタイアした。その後、ロールセンターは、残りの期間、2代目のダラーラシャーシレ0 6に切り替えた。2004年は、ルマン耐久シリーズとルマン24時間レースで、使用するために、別の SP1 が、イタリアのチーム、スピネーカークランデスティームに購入された。ルマン耐久シリーズ初戦のレースで20周後に、 リタイアした。チームは、ルマン24時間のエントリーを取り下げ、解散した。日産エンジンを搭載した、SP1 の、リアビュー。ターボチャージャーのため、リアフェンダーにインレットダクトを設けて、ボディワークを小変更している。2005年、ロールセンターレーシングは、ルマン第9シリーズで2台のマシンで参戦のために、SP1 シャーシ零零四を修理した。シャーシ零零四では、 ジャット製 V10 から新たに日産エンジンに変更した。ニスモと提携してエンジンをテストし、将来的に日産がカスタマー供給することが可能かをテストした。また、SP1 のギアボックスをパドルシフトにアップグレードし2台に搭載した。2005年セブリング12時間レースで日産エンジンの SP1 をデビューさせたが、エンジントラブルによりリタイアした。タイヤを ダンロップからミシュランに切り替え、ルマン耐久シリーズでは、ロールセンターのジャットエンジンを搭載したマシンは、参戦、連続3位表彰台フィニッシュを含むパフォーマンスを発揮し、チームチャンピオンシップで4位を獲得した。日産エンジンのマシンは、シーズンを通して様々なトラブル抱えて、日産が正式にプロジェクトを終了し、ジャットエンジンに戻されるまで、ポイントを獲得できなかった。 2005年ルマン24時間では2台がエントリー。日産エンジン車はリタイア。一方、ジャッドエンジンの SP1 は16位でフィニッシュした。一時は2位を走っていたが、夜になると、パワーステアリングのフルード漏れが深刻な問題を引き起こし、チームは2倍近くのピットストップを余儀なくされ、レースは終了した。2005年シーズン後、ルマンプロトタイプ規定が変更され、 SP1 は規定外になった。そのため、ロールセンターレーシングは新しいクラスで新しいマシンに切り替えることを決定した。このようにして、ダラーラ SP1 のキャリアは終わりを迎えた。合計6台のダラーラ SP1 が製造され、そのうち3台はクライスラー LMP となった。SP1 のドゥ0 0 1ドゥ0 0 3およびドゥ0 0 5を挙げた。 ドゥーレー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 ありがとうございます。